が選ぶ2016年年間この漫画面白いよベスト10。はい、ということで今回はいつもの僕の部屋じゃない場所で撮影しております。もう今日は2016年の12月31日年の瀬の瀬です。もう一番ドンケツになりましたけども、どうにかトップ10の方発表して軽くでもね投稿できたらなと思っております。早速いきます。ナンバー10でーん、13月の幽霊。上半期ランキングでもトップ10に入ってきた13月の幽霊、年間通しても第10位にランクインというところですね。いやーまあ面白いです。作者である高野つづめさんが僕好きで、気持ちがわかるというか、なんか伝わるものがあるからこそ面白いなと思いつつ、僕ら世代だからこそ伝わる部分でしかないような気もするから第10位というところでございます。続きましてナンバー9、ブレーン G の侍。クソしょうもないです。これぐらいクソしょうもなかったら面白いねと言うしかない。下ネタでね一巻この分厚さまで仕上げるっていうことがいかに大変か、そしてそれを見事完走しきってるところにね、田中圭一すごいねという部分が僕はあると思います。バカバカしいっていう言葉が誇らしく思える、そんな漫画 G の侍。これはね僕一応レビューしてるんですけど、うまくレビューできなかったんでね残念だなと思ったんですが、まあ年間第9位の素晴らしい面白さだったと田中は思います。続いてナンバー8、ブレーン鬼滅の刃。この前軽くレビューさせてもらったんですけども、非常に評価をするには難しい部分あるんですよ。勢いがあるようでないような、そして物語がうまく組み合わさってるようで全然合わってないような、そんなね漫画を描いているんですけども、その中に何かあるかもしれないと思わせるすごい部分をこの子は持ってる気がする。僕はだから第8位に選んでいいと思うんですよ。この週刊少年ジャンプでね今柱となるのは僕のヒーローアカデミアではないと、この鬼滅の刃の地の力がね週刊少年ジャンプのレベルを上げるんじゃないかなという期待を込めての8位でもあるわけです。この鬼滅の刃ね、まだまだ僕が言葉にできる部分少ないんですけども、これからも応援して読んでいきたいなと思う一冊でございます。続いてナンバー7、ダメーン、デザインズ。五十嵐大輔さんの最新作になりますね。まあキマイラが美しいんですよ。すごい動物描くの好きだし、女の人描くのも好きなものを合わせたこのスタイル、まさに五十嵐大輔が描く SF 感であり創造物であるというところですね。ここまで美しいカエルのキマイラなんて見たことなかったからね、すごいなと思いました。ヘンテコなんだけども無理がないヘンテコさというかね、面白い作品でございます。第7位でございました。続いてナンバー6、ババーン、黒白。上巻中巻ぐらいまで非常に面白くて、下巻のところのまとめがいまいちうまくいってなかったなっていうのが僕の印象であります。ただその合間合間に見せる人の業とかその呪いみたいなものを花とか空間でうまく表現してるなという印象も強く受けたんですよ。黒白って作品を全体通せばそんなめちゃくちゃ面白いって言えないかもしれないんだけども、決して読んでてしんどくなりすぎない程度にうまい具合に話が進んでいくので、2時間サスペンスドラマを見るのか黒白見るのかみたいなところですよね。あの映画に行ききらないところで終わってる気がするんですよ。映画でもいいけどもみたいなねところですね。はい、良かったです。さあここからは年間ベスト5の発表になっていきます。それでは早速ナンバー5、ブネー、一撃。松本二郎最新作。松本二郎って言ったらね、なんかヘンテコな絵の作家さんだなというイメージがすごくあって、そのヘンテコさって松本太陽とかこういったところの影響を受けてんのかなとか、そんな風なイメージがありました。マインドゲームやピンポンのアニメーションの監督である湯浅監督の雰囲気もすごくある作家さんでね、僕好きな絵柄なんですよ。でも今まで立ち読みしかしたことなくて、初めてちょっと一撃というねこのタイトルを見て読んでみたいなと思って、初
松本二郎というのを体験したわけなんですけども、非常に良かったです。内容もさることながら相性もバッチリですね。松本太陽が時代劇を描くというものがこんなに良かったなんて思いもしなかった。こんな松本二郎のうまさもあるんだなというのでね、ちょっと感動しました。良かった。これね、ぜひとも読んでほしい。一撃面白い。ナンバー4、ブレーン、カナリアたちの船。上半期ランキングでもナンバー2、3かな、それぐらいに入ってきました。1年間通して考えてもね、カナリアたちの船めちゃくちゃ良かったなと思うんですよ。僕が SF 作品っていうものを読まないがゆえに、より一層カナリアたちの船が面白く感じるっていうのはあるんですけども、それ以上にね、やっぱりその SF 感っていうものを少女漫画チックに溶かしていくっていうことがね、素敵だなと思うんですよ。で、その素敵さの中に悲しみとかがすごくにじみ出てきて、その花を使うとか植物を使う少女漫画の手法が SF といい感じにマッチしていくんですよ。もっともっと連載を重ねればもっと綺麗に重なっていくと思うんですけども、デビュー作にしてここまでのものを出してくれるんだ、高松美咲すげえっていうのが僕の中の印象です。これすごく良かった。カナリアたちの船、一冊で完結なんでね、ぜひとも読んでいただきたいなと思います。ナンバースリー、ブレーン、パンティストッキングでは空の下。梅沢俊作品修正ということで、もうこれが僕の中じゃあ年間1位だと思ってました。僕ら世代だからこの気持ちすごくよくわかるし、すごい鬱憤だとか、そのギャグの感じとか、吐き出してもどうしようもないことわかりながらも吐き出すしかできないとかね、そういった気持ちが痛いことわかるがゆえに、このパンティストッキングでは空の下は抜群に面白い。一冊完結でこの分厚さで、まあ満足いかないはずがないですよね。これほど読み応えがあって、いやーよかったなと、心の底から漫画ってすげえなと、いやーこの時代に生まれてたから感じることができる感動だと思ったら、いい時代に生まれたなと思いましたね。いやーよかった。でもこれは本当に僕の31歳という年齢プラマイ5か6ぐらいが限界だと思いますね。それ以上の人が見るといまいちピンとこない、そんな作品だと思います。もうそこら辺の感情を漫画に落とし込んで伝える力の強さたるや、素晴らしいものがあります。新作のピンキーよりもこの作品修正の方がね、はるかに出来が良くて、短編の方がこの人うまいんじゃないかなと僕は思っております。ナンバー2、ベレイマン。ちょうど去年のね、10月か11月ぐらいの末に発売されたんですよ。で、今年の年間ベスト10に入れるか入れないか悩んだんですけども、これはね、今年の2巻ぐらいから一気に爆発的に面白くなったから、まあまあどうにか入れていいだろうと、10月末ぐらいだしいいでしょうと思って入れました。 SF とオカルトっていうものをつなげるっていうことがね、いかに面白いし、いかにそこまで踏み込まなかったのかっていうところなんですよ。科学が発展した先に魔法のような現象が科学的に解明されてるって言われるとわかるわけですよ。ただそれがオカルトと SF をつなぐっていうのは結構盲点というかね、実はやってるやつも結構いるけど、それをちゃんと科学的に立証しましょうっていう漫画はこういうがっつりとした形でね、なかったと思うんですよ。でそれを読ませてくれてるから、すごくレイマン面白くて、その何度も言ってるんですけどね、昔匿名リサーチ 2000X っていう番組があったんですよ。でこの番組が、いやこういうオカルトな現象、例えばコックリさんだとか、トイレの花子さんだとか、で口先女とか、これはどういった経由でこういった話ができたのか、あるいはこういう話は科学的に解明できるのかっていうものを取り組んでた番組なんですね。それの漫画版に近いことをやってるわけですよ。で僕その番組が好きだから、このレイマ読んだ時にすごくそれを感じたんですね。1巻目の時には全くそんなこと考えなかったんですけども、2巻3巻と読んでいくことに、ああもうまさにあの番組が漫画されたかのようなね、面白さがあるんじゃないかと思って、もう僕はたまらないわけです。そんなレイマンが今年の第2位でございます。面白い。ぜひともね、読んでいただけたらなと思います。さあそんなね、年間ベスト10堂々の第1位、もうみんなわかってると思います。2位から10位のね、作品の中にあいつ入ってねえなとすぐ分かったと思うんですけども、
もうベタでも行きましょう。ナンバーワン、ブネーファイヤーパンチ3巻。これがね、やっぱ1年間通して一番面白かったなと思います。その一番面白かったなっていうのは、どの作品と比べても1巻から3巻までの跳躍力が違うと。こんなに一気に跳ねて面白くなるもんなんだなっていうのに驚いたわけですよ。で、それを作者はかなりがっちりとした構成で書いていると。そこが僕すごく感動したし、面白いなと思わせるエンターテイナーとして素晴らしいなとも思ったわけです。そして何よりもこのファイヤーパンチ今年1位取ってないんですよ。ザ・ベスト漫画2016に関しては10位内にも入ってない。それぐらいファイヤーパンチってね、評価低いんですよ。で、評価低い理由っていろいろあると思うんですけども、僕たち漫画好きが評価しなくても、そのうち一般の人たちが面白い面白いよって言って火種となってね、勝手にヒットするからほっときゃいいんだよって思われてのそういうことだったとしたらね、いや、それやったら1位取ってあげてよと、1位取らせてあげてよって僕は思うわけです。だってね、ファイヤーパンチね、第1話だけすごく跳ねたけども、それ以降ファイヤーパンチ面白いねっていうのをどっかのブログとかまとめサイトで出しましたか？見たことないよ。それぐらいファイヤーパンチってね、一瞬だけポンって跳ねたような作品として終わりそうな怖さがあるわけですよ。こんなニッチなね、漫画レビューですけども、その漫画レビューの中でもファイヤーパンチ面白いよっていうものをプッシュすることによって、ファイヤーパンチが本当の意味でね、一般の人も読んで面白いってなる可能性もちょっとあるわけですよ。進撃の巨人の例があるから、ちゃんとないわけじゃないということで、僕はファイヤーパンチぜひともメガヒット飛ばしてほしいなと思うわけです。このファイヤーパンチに関しては 1,2,3 巻でも全部レビューしてるんでね、ぜひともね、そちらの方を見ていただけたらなと思います。はい、ということでね、ベタではあるんですけども、田中が選ぶ2016年年間この漫画面白いベスト10、堂々第1位はファイヤーパンチというベタベタな結果に終わりました。こちらの方が田中が選んだ2016年のトップ10でございました。はい、ということで本日はこの辺で、またねー。